カシ花園前駅は、福岡県福岡市東区霞ヶ丘6丁目にある、西日本鉄道貝塚線の駅。駅番号は、NK06。福岡市地下鉄箱崎線、貝塚延伸時までは、貝塚と当駅間に折り返し電車が設定されており、貝塚延伸後は、三笘を折り返しに変更となった。また、当線には、カシのつく駅名が3つあるため、 車内放送では、菓子花園前、花園前と案内される。西鉄新宮側に向かって、左側に駅舎があり、相対式一面二線の配線を持つ地上駅。2007年の一部廃止までは二面二線であり、ホーム配置は校内踏切を挟んでハス向いになっていた。これは、駅でタブレット交換作業をしていた名残である。 2007年4月1日の西鉄新宮津屋崎間、廃止後は、営業列車では、駅舎側のホーム、線路のみの使用で2番線は使用停止となり、ホームの撤去、及び乗り面復元工事が行われたが線路と河川は、そのまま残され、貝塚始発の市運転列車が当駅で折り返している。ハス向かいに配置された、ホーム、現在は向かって、右側のホームは、 撤去されている主運転列車と営業列車の交換2019年度の1日平均乗降人員は3340人である。各年度の1日平均乗車及び乗降人員は下表の通り、カシーカン駅舎を出て左側にカシーカンがある。駅周辺には住宅地が広がっている。駅の駐輪場は無料。記念スタンプが設置されている。以前、 当駅に到着する列車は、車内放送に先立ち、西鉄新宮駅は、チューリップの心の旅、貝塚駅は同じく、サボテンの花のオルゴールチャイムを鳴らしていた。ありがとうございます。